と今日はでも、はい、あれですよね、ちょっとあったかい、あったかいんで浮いとるとは思う。あ、こっちもいるんですか。まだこっちはもう全然いない。もう全然空で全然いない。あ、いいです、ありがとうございます。あ、まだ結構ちっちゃいのが。そうです、そうです、もうちっちゃいですよね。このまま越します、越させるんですね去年意外と、なんすごいちっちゃいのが助かって、あ、大きめのやつが落ちていった冬。おー、うん、うちはでも大体これぐらいで交差すけよね。うーん、うん、大体こう8000匹ぐらいで入ってこの中に。そうそうそう、あ、おるかもしれない。超過密でしたっけね。うん、うん、この水槽は何ですか。こんなの売ってあるの。ああ農業用。こん中もすごい量がいるな。この中もすごいな。この中もめっちゃいますよ、多分。なんかどでかいタモが見たことないんだけど。相当多分。あ、うん、すごいね。これは面白い。多分今年どうでした。あ、今年はでも今までにないぐらいお客さんが多かったですよね、うん、あ、そうなんだ、うん、へ、去年よりも全然、去年よりも全然ですね。こんなが8000匹、あ、おるわ、うわ見たことないこんなすげえ、うん、へえ、そんなお客さん多かったんだ。あれ前ここあったっけ。ここなかったですよ。ですよね、なかったよな、こんなこんな長い、20メートルぐらいある。あの、なかったですよ。15メートルぐらいか、うん、すごいな。え、これは今年、ここは去年から。これ去年から。へえ、うん、これ去年。今年売れ筋何でした。何が一番売れ筋は。もうラメ系。ダメ系。やっぱりラメですね。全般、ラメ全般。後半、透明林系がやっぱり来ちゃったよね。リアルロングフィンじゃなくて。うち、僕はリアルが綺麗なんで。あ、そうなんだ。個人的に。もう仕入れてそれを売っちゃう感じで。そんなに、だからいないんですね。そうなんだ。うん、リアル系は多分ないけど。モルフォは値段の落ち方が早かったなと。はい、早いですね。あれは本当早かった。結構落ちましたからね。うん。もうダメです。早かったな。あ、本当だ。透明林系。透明林三色が。ライコーとかベニアザミとかあの辺があれなんですかね。ああ、でも多かったですよ。ベニアザミとかはね。うん、もう今年の水替えはもう終了ですね。3000品、うん、終わりました。もう続けないかもしれないですね。うん、いい色上がってるな。寒くなると上がるんだよな。だからうちは結構早かったですね、うん、上がるのは。9月終わりぐらいから結構上がったですよ。うん、一気に寒くなったね。はいはいはい。あの時から来た、ね、来ましたね。でも結構若魚がやっぱり色上がりが良かったですよね。うーん、なるほどね。来年何が来そうですかね。まだわかんないですけど、お客何がブレイクしそうですか。FBAKB AKB じゃないですか、これ AKB 言ったら48ですか。福山のメダカのヤドさん。ああ、赤坂、はいはいはい、ブラックの逆、ライト、
あ、そういうこと、うん、ヤドさん行ってないな。元気してますか？してですか？もう冬はやってないんですよね。まだやっとるか。やってないですね。もうやってない、うん、やってないと思う。もうやってない、うん、もうちょい早く来ればよかったな。ありがとうございます。あ、いい色になってるわ。結構これ赤かったんですけど、うん、結構出しましたよこれは、うん、赤いですね、赤い赤い、うん、なんか今年すごい赤いのを誰か知り合いが買って、そしたら子供が全部赤くなかったって。餌で多分あげてたと思います。この紅白いいな。餌であげるとね、持って帰って絶対、うん、なんか工程もいろんな今なんかあるみたいですね。なんとかこう、なんとか工程、うん、工程をみんながいろいろこう作る。あ、赤いわ、これ赤いわ。いいじゃないですか、これ。これは赤いわ。残りがこんだけになってしまって。うん。いいですね。これでこんな感じだから、もっと赤いのを持ったんじゃないですか。あ、もっと赤いのありましたよ、ね、うん。全然ね。いいのからみんな持って帰るから。でもあんまり種がいない。あ、そうなんだ、うんうん、薄いのはね、うん、出ないんで外れがあんまないんだ。ロスが少なくていいです、うん、あれも一緒。あれ違うんですよ、あれ普通の、あ、あのなんかちょっと薄いなと思って、普通の容器品ですね、うん、メダカ救いよ。もうそんなイベントのその分ですね、うん、なんかこっちうん、1万匹ぐらい入ってそうだけど、うん、1000匹ずつぐらいしかいない。1000匹、それでも1000匹。ああ、なるほど。あ、ここはつくゆみですか。今年まあまあ流行ってましたね、うん。大体いろんなのが出るんですね、まだね。出ますね。どれが本当のあれなんですか。やっぱり柿色ですよね。確か綺麗だな、この柿色の、うん、だからこれいいね。ヒレが伸びるやつもあるんですよね、うん、伸びてる。なんかちょっとヒレ長体型してるな、うん、気があるじゃないですか。夜桜でもそうとですよ ね, ね。これは、まあ、ネーミングもいいし、うん、これはオーロラですね。あ、いいね、つくよみがいいね、うん、もうでもいいのいないですね。さっきのでもあんなに中が乗ったやつが良かった。サファイアすごい落ちたんですよね、値段が。今値段ダメですね。終わりましたね。めちゃくちゃ落ちたんですよ。サファイアも真っ黒になるね。なんかこれはヒレナガだな。オロチのオロヒレナガか、松井。
ラメつい入ってますよね。あ、ブラックダイヤ。ブラックダイヤ入れるな。ユリシス、ユリシスどうですか？もうダメか。カラー的にどれがあれは正解？なんかいろんなが出るじゃん。いろんなの出るから固定しないですね。ネーミングで売っちゃってるやつは大体これユリシス。まだ結構いますよね。います、ね、紅白大会。最近あれどうなったんですか？竜の瞳は。竜の瞳。終わりました。終わってますよ。終わりました。終わってますね。終わりました。あの、うん、オペア1000円ぐらい出して、あのオプション出しても出ないですかね。なんか素材として。使うといいかもしれない、うん、なんか、うん、いい色してるな。透明輪が僕は好きなんで。王妃どうですか？作りにくくないですか？でも卵産まないですよね。産まないですよね、うん、落としてますよね、でも、うん、もう無精卵が多いですよね、うん、王妃ワンペアいたけど全然ダメだった。全くでしたね。ワンペアじゃ厳しいかもしれない。花翼って聞いたことないな。なんだ。忘却の翼と。は、あ、そういうことか。なんかそんな感じがしてる。いいかもね、これは。これは。これ。で、3色が出てくる。切れ長にしたかったのか。花翼初めて聞いた。今年いつから出てますこれ。花翼って。花翼去年ぐらいから、ね、あ、そうなんだ。ありがとうございます。一本取れてよかった。いやいや、知恵を切れば全然もう終わってるんですけどね。いい色のがいたな。作り読みな、うん、ここも全部違うんですか？もう全部違いますね。もう分からんです。これミックスになります。なるほど。あ、決まった。はまあ別の場所に、別に持って帰って、秘密の場所に。ありがとうございます。また来ます。いえいえ。ありがとうございます。